一時期で分かるとかすごい いや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 硬いですよね。ユジ君はこれはなかなかディフェンスしてピッシャーとも思ってるんですけど立っぱなしっていう作業あれは辛いもんだって。あれは練習なんですよ。ならんよ俺は。積み込みよ。出る前出るな。あの人本物ですよ、マジで。A は本物センスやなって感じるわ。これ一回さ、渡るの目の前でさ、ライオン描いてんか。そしたら、こいつ俺のライオンを見てさ、キリンですかって言って。どうやったらライオンの人ですよね。キリンですかって言ってた。いやそれ聞き切りに失礼やし、やっぱり俺結構ショックやったもん。結構ライオン好きでこれデザインとかしてたじゃないですか、そうそうそう、ライオンの。え、聞き切りって言われてる。聞き切りおばあちゃん見てる。見たい、その外に見たい。硬いやつ持ってきて。すぐ押さえ、すぐめちゃくちゃ入ってくるから。
うわ、どうした？頭？あれでも多分靴履いてなかったも決まってない。あれ自体もう僕のプッシュがなかったですね。あれ自体完璧に決まってました。吉田さん前回ガッチリ来たじゃないですか、うん、僕あれなんですよ吉田さんの。あ、いや俺もその前回のちょっと体力に自信じゃないけど前よりはようなってると思うんですけど、もう最初からいってる。なんか打ち込みからなんか、あ、今日はもう絶対選手よりしんどいなって。あとちょっとカメラを撮ってやらそんな意識だったんですか。カメラがおったり、ミオリとかおったらちょっと変なね、あー、多分見られたくないっていうか、あれで先生はそのプロ根性っすね。ねえ、へへへ、こんなの流れたらキーボーがなんかここ自体がショボと見られるから、ね、いや、そうそうそう、仕込みでそういうのしたいの男前って思ってるんですよ。誰に許可取って撮ってみな。しのぎれるのか。なんでエロコなんだよ。